はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、第4スーパーロボ対戦続きやっていきましょう。じゃあ次、いきます。あ、来た。ダンクーガとコンバトラー、どっちかとね、お別れです。まあ、前回のラストにね、この話あったんですが、今回は、コンバトラーです。いつもはね、俺ダンクーガ、行ってもらってます。手助けに。至急日本に来、日本まで来ていただけませんか。海賊が本格的に進行を開始したと。ご先祖様の残してくれた武器が見つかった。はい、まあ、日本に向かいましょうと。じゃあ、あなた私がいない間にアムロにちょっかい出したりしてないでしょうね。そんなことないですよ。フェアに行きましょうね。はい、まあ、ショーチャムが話してるってことは、ドレイク、オーラバトラが出てくる。トータルパラス。さあ、このシナリオね、待ってました。行きましょう。ブライトに行きます。まあ、リュークは出す。あとはここはね、2必須です。で、ダンクーガ、残したダンクーガ。で、ザンボット、マジンガ、まあ、この辺は出しとこうか。アムか。まあ、ただここね、回避。ちょっとこの辺厳しいんですよね。簡単に落ちちゃいますよね。柔道か。F91、ちょっとスキャンで使います。プラス、ガルバ。あとは、ダブルスペイザーも出しとこうかな。はい。まあ、こんな感じでいいですかね。ダイモス。ダイモスか。ダイモスも一応出しとこうか。はい。まあ、レベル低いところを使っていきたい感じですね。はい、ロンドベルトやらを叩いておけばと。まもなくビショットのゲアガリング、ショットのスプリガンも現れる。まあ、増援が来るよってことだね。さあ、ラインエッグ、一体。青色で出撃。兄様。リムルか。ドレイクの娘ですね。リムル。ライネック奪ってきたと。これを使ってください。使いたい。俺が行くまで耐えてくれよ。よし。に向かわせよう。あ、ちょっと探索したいね、探索。まずちょっと探索してから。探索。さあ、どこだ。あ、ここは近いや。取ろう、ダブルゼータで。はい、ちょっと分かりづらいとこですからね。じゃまず押さえときます。はい、じゃあちょっと探索再現してから。さあ、下の方。あー、ここか。これは怪しいね。これ怪しいっすね。ただ俺、増援の場所ね、覚えてないです、これ。まあ、下の方だと思うんですけどね。要は集合するわけですよね。あー、ちょっと分かりづらいね。忘れそう。まあ、また後で、なんか確認します。とりあえず場所だけ。まずは確認したい。あー、ここね。なるほど。そしてこのマップのオーラバトラーって改造してありましたっけ。結構してあるんやったかな。あ、ここ。あ、ここね。はい、 OK。 なんかここも怪しいけどね。あ、ここ違うか。怪しくないか。はい、じゃあ次。
また下の方ですね。同じところか。あ、オッケー。ただなんかこの辺ちょっと取りに行くの怖いですね。なんか増援来そうな気がする。行くなら金やね。まあ毎ターン集中かけといてもいいですけどね。集中、まあ銃しか使わないんで。カミューとかも集中なしだと厳しいですね。あ、久しぶりにあのゼータにね、カミュー乗せてます。グレート。ひらめき。ひらめきはとりあえずかけとこうかな。まあグレートはまあかけなくてもいいんですが。はい。バンジョー精神200。使いやすいね。OK。で、ゲッター。ゲッターなんか久しぶりやね。あ、アイテム探ししかしてないからな、いつも。出撃ね、知ってる時あるんですけどね。まあ、オーラバトラーはね、マジンガー系でさ、必中鉄壁で倒すのが一番楽ですけどね。クリティカルね、結構出してきますね。で、リアル系でも厳しいと。結構ね、当たりますし。ザンポットとかもね、ユニットのちょっと装甲とか足りないんですよね、HP とか。で、マジンガーとかも改造したいので、まあ、ハイブリッドアーマーとかさ、チョババアーマーとか、そっちでごまかしてるだけですからね。ごまかし、ごまかし、やってるだけの。とりあえず向かおう、2位は。ブライト2回行動なんですが、まあ、ここ敵がオーラバトラーなんで厳しいですね。マップ駅改造したいので、攻撃はね、通んないです。特にすることはないですね。アイテム集め。まあ、レベルも47まで来てますし。ランクが足遅いな。加速使おう。もう向かった頃には戦闘がこれ終わってますね。はい、急ぎましょう。はい、急ごう。この辺もしっかり使いたい。チャンスあれば。ヒッチ持ち。OK。で、ひらめき。まあ、さらに加速も持ってる。戦いやすいですね。集中かければ、まあ、当たるでしょ、これ。レベルも、まあ、一応27まで来てて。まあ、当たりますよね。はい。で、攻撃もプラス30ですからね。終了。よし、一気に来た。ここまで来たか。あ、いけたね。いけましたね。2位。無茶してよかった、無事で。はい、すぐに撤退するんだ。はい、ちゃんと言うこと聞く。私も戦わせてとは言わないと。そしてこいつらが来てるか。髪いける？ちょっと怖いね。いけますかね。まあブライト、そうか、1足りないか。加速使っちゃいましたからね。2回使ったら分かるな、これ。ちょっと髪怖いな。ある程度いけると思うんですけどね。ここか。まあ一応行きましょうか。大丈夫ですね。そんな数来るわけじゃないので。いや、増援もね、一応警戒してるんですよ。どっから来るか分かんないので。こっち怖えな、こっち。一応ね、集中かけときます。無駄になる可能性高いんですが、何ターンか覚えてないので、とりあえずね、かけつつ移動していきます。熱血はそんなに使わないですよね、ここね。いや、ダブルセーターとかも狙われたら厳しいっすね、これ。なるべくこっち行こう。ダブルセーターとかちょっとこっち行こう。あとはここでしたよね。と、ここか。この辺も厳しいね。
ただオーラバトラーは近づいてきてオーラソードが基本なので、まあ、横に味方とか置いとけばそんなに連続で狙われないですよね。ただクリティカルをバンバン出してくると、あとそのマップでさ改造の段階全然違うじゃないですか。5段階ぐらい改造しちゃったらね、結構きついですからね。はい、向かおう。まあゲッターとりあえず潜って、まあゆっくり行きますかね。当時この辺も狙われると厳しいので、ひらめきだけは使っておきます。はい、使って、まあ、ちょっとここなんか移動しづらいね。はい、ライディン、この辺もちょっとこっちに持っとこう。 OK、 じゃあこんな感じでとりあえず終了。よし、じゃあ行きましょう。ここ取っとこう。でも来そうっすね、次。ちょっともう一回使っておきます。ただあとちょっと厳しいね、カミューでも。やっぱり厳しかったっすね。OK、いいね。あ、空の方が良かったな。しまった。まあまあまあいいでしょ。とりあえず。カミューでも厳しいか。まあ、山に降りて地形効果で戦えばまあなんとかいけますかね。陸へ OK、あとは信頼、信頼はこの辺か、順か使おう。まあこれで当たってもね、まあ、防御も上がってるので、まあ、それでちょっと倒してみましょう。はい、行こう。行ける。レベルも上がる。まあ、一番楽なのは2位を集中かけて、まあ、それで倒していくのが楽ですけどね。ただ、ちょっと攻めたいですね。バンジョーとかは、あ、届かんか。サヤカか、サヤカも届かないですね。加速持ってないので、マップ兵器ドカーンってやったら気持ちいいですけどね、これね。ちょっと2位いきますか。集中いこうかな。はい、これでちょっとどれくらいか見て、いこう。あー、やっぱ強いですね。結構レベルも高いですし、はい、ちょい残る。さあどうするか。まあ、ザンボットで1体枯れますね。デューク、ひらめき使ってある。一応いける。ただ集中いるよね。ちょっと見てみますか。デュークくらいでどれぐらいなんか、まあ、プラス20。あ、一応まあ集中でいけるか、この辺なら。普通のまあ兵士なら。ただ名前あり結構出てきましたよね、ここね。だこの辺はまあ大丈夫か、集中でも当たるか。さあ倒そう。 OK、 でザンボットカッターで1枚持ってって、でここですよね、ここにある。下ろしといた方がいいな。クワトルも結構厳しいよね。てか反撃がないんですよね、それは厳しいですね。ビーム効かないので。
気合い入れとこうかな。ただ必中も欲しいな。いや、ここは集中やな。集中で気合はやめときます。必中ガンガン使いたいですね、後で。ただ残るんじゃない、これ。残るか。気合一発入れとこうか。いや、2回入れとくか。入れよ。まあ、集中でごまかしごまかしやるんで、これでいきます。はい、ザンボとカッターで。あ、 OK、 いけるでしょ。走行結構ね高いですからね、こいつら。で、これでひらめきの効果残ってるので、まあザンボットも大丈夫。EX はね、これ消えちゃいますからね、ひらめきの効果。まあ、大丈夫じゃやっぱね、いろいろやりやすいですよね。まあちょっと厳しいな。狙われるときつい。バンジョーくらいなら大丈夫ですけどね、それ以外ちょっと厳しいよね。あいつ落としとこうか。必中使います。落とそう。ちょっと残そうか迷ったんですが、大丈夫やね。いけるね。つかバンジョー気合い入れといていいよ、これ。はい、1回だけでいいですかね。まあ、あとは敵を倒して気力上げます。あとで熱血ちょっと使いたいですしね、バンジョーは。 OK、マジンガー、まあ、マジンガーは狙われてもいい。下ろしとく。ちょっとこっちにね集めときます。ライディンは狙われるときついけど、ちょっと進めます。まあ、防御すれば大丈夫でしょう。ひらめきもかかってるので。ちょ、こいつら足遅いですからね、ちょっと進めておきたいですね。この辺はちょっと厳しいな。どこまで来るかだけ確認して、ライディンの後ろあたりまで持っていこうか。この辺まで。よし、こいつらはちょっとまあ待つと。チャンスがあれば倒す。あとは大丈夫ですかね。ダブルゼータ、隠れとこ。狙われるとめんどくさい。まあ、この辺まで持っていきます。 F91 もまあここかな。で、進めると。よし、 OK。 ブライトは適当に。はい、終了。いや、結構まずいことになりましたね。はい、ビショットが来たと。こっちか。全くね、覚えてなかったっす。俺、てっきりこっちだと思ったのね。ってことは、ショットがこっちか？危なかったな、これ。ちょっと確認します。ちょっとここ一気にやっちゃわないと。さやかか。クワトロで、まあ、こっちに打ちますよね。これはもう確定。まあ、とりあえず、ひらめきで。うわー、これ結構めんどくさい。まあ、とりあえず、黒騎士と、トットどこ行った？トットは。
あ、ライネックに乗ってると。じゃあ、トットですね。ここは落としたいよね。とりあえずガラバ落としたい。これ攻撃力高いですからね。あと、まあ、クリティカル出してきますし。まあ、とりあえずちょっと下げとこうかな。ここは一旦。あの下にいたのはね、あれガラリアです。ガラリア仲間してないので、あの敵として出てきてます。よし、これでとりあえず、まあブライトはもうどきます。どいて、ちゃ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 、はい、必中か。まあ、やっぱ必中かけないとね、ちょっと厳しい。あとひらめき、ひらめき必須。ダンクーラーがちょっと気合い入れたいですね。気合い、気合い、気合い、誰で入れる。あ、激励フォーメーション組んでもよかったですね。2回使いますからね。2回使えるようになったか。よし、付き合い2回入れて、これで記録135。まあ、ザンボットでこっちも来てるんですよね。まあ、あとやね、先にこっちやね。カミーユか。とりあえずカミーユの集中。まあ、これで、まあ、とりあえずこいつ倒していきましょう。倒す。 OK。 で、まあ、バンジョで1体持ってってもいい。あ、2でいくか。じゃあ2でこいつ攻撃して、行きましょう。ちょっと周りを片付けてから。クワトロ当たりますよね。頼むぞ、当ててくれよ。こいつちょこっと削りたい。まあ必中かな。こっち使っとこう。断空剣でいきます。はい、行こう。まあ、改造しないと厳しいね、ダンクーガーは。記録135のダンクー剣。まあ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 、狙いが甘いんだよ。甘すぎる狙いが。信頼順か、使おう。回復しとこう。当たるよね。1788。必中。はい、打つべし。行こう。で倒して、あ、こいつらもちょこちょこねレベル上げていく。まあ、やっぱこの辺の戦闘機、まあ、ブルーガとかのさ、パイロット遅れやすいよね。さあ、これで、まあ、準備はできたんですよね。とりあえず、あ、シーブックじゃねえ、柔道が入ってますね。まあ、柔道ひらめきかけて、まあ、これでとりあえず OK。ガラバか。ガラバってどれくらいありましたっけ ?HP。7000くらい。ちょっと見よう。7000か。7200。うわ、強え。めちゃくちゃ強いっすね。うわ、強えな。で、ソラ A ですからね。これは厳しい。これは厳しい戦いになる。
ゴッド4がまあ一応届く。行くか、ピッチで。OK、記録109。もうちょい上げたい。一回だけ気合使っとこう。これで必中ひらめきのセット、まあ、あと2回使えるので、まあ、それで十分。ゴッド5番。で、ちょっと削る。はい。ほら。1287か。よし、じゃあ行こう。集中熱血。ハイメガプラ7。ダブルキャノンでちょっと確認しますか。この辺に。まあ当たりますよね。よしよし。全然余裕。さすがクワトロ。はい。ひらめきひらめき。オッケー。行きましょう。ハイメガキャノン。一気に持ってく。よし、あとね、全員当たります。あ、そいつらおったん。全然気づいてなかったっすね。あいつらも結構強いっすよね。さあ、OK。 よし、45。はい、魂来て、まあ、これでね、めちゃくちゃ使いやすくなりましたね。よし、クワトロ、まあ、そこそこ完成と。さあ、あとはね、まあ、どうしますかね。撃つ？撃つじゃねえ。気力が足りない。必中か。まあ、必中いるよね。倒すなら。まあ、この辺でいこうかな。必中。まあ、こっち行ってもいいですね、一気に。行こう。はい、行きます。攻める。攻めの一手。次のターンとかにさ、増援来て、ちょ、めんどくさいですからね。なんか、挟み撃ちみたいにされると。じゃないんかな。まあ、とりあえずもう戻すか。一回もう戻ります。でザンボットで、まあ、一体持っていける。集中、なんとか集中で当ててくれ。一応残したい。あと熱血もね使いたいですし、なんとか集中で。あ、ムーンアタックでもいいね。ムーンアタックでもいい。あー、こいつか。まあでも、さやかね、空中弱いんですよね。だから叩くならこいつなんですよね。一中。これさやかで叩こう。はい。叩きます。さあ、こう倒して、ただまあザンボットでね攻撃ですね。まあ、かわされたらかわされたで、そん時はまあダイモスで行くか、まあ、ダイモスで行ってもいいですね。よし、とりあえずまあザンボットで攻撃いきます。ムーンアタックで当たれば勝ち。はい。チョキーン。さあ倒して、いい感じ。ギアガリンがちょっとめんどくさいな。ダイモス、ダイモスとりあえず運んどこうかな。この辺まで。
で、コウモチ。コウモチか。こっちもまあ来てるんですよね、一応ね。あ、ゲッタ行こう。ゲッタ。ゲッタでこいつは叩きます。そうしよう。よし、じゃああとは、次の造営に備えようか。ひらめきはとりあえずかけてあって、まあ、オッケーですね。殺しとこう。はい、これで。じゃあ、終了で。よし、行こう。ちょっとこれ使おう。やってやるぜ、使おう。ちょっと動いてきてほしいですね。めんどくさい、こいつら。まあ、次動いてくる予定だったかもしれないですけどね。はい、使っときましょう。ビショットとかさ、なんか逃げるイメージなんですけどね。あ、そんだけで。あ、オッケー。こいつらは置いてってくれたか。よしよしよし。さあ、次ここですね。どうすかな。神湯でいっか。ちょっと普通に攻撃してみます。当たりますかね。87か。やっぱ厳しいか。はい、集中で。2階行動が近いですね。近い。はい、行こう。2くらい上がらないですかね、これで。神来い。よし、来た。来ました。2回行動来ました。どうすかな。2回行動か。気力は129。あと、まあもう一発撃つことはできる。まあ狙われてもいいか。よし、この辺ちょっとだけね、攻めます。あ、ザンボット行けばいいっすね、こっち。ガラリアが来て、まあ問題ない。ここは？あ、フェイか。アレンね。まあこいつらも結構強いですからね。もう一つ増援なかったですね。36。36は結構うまいよ、経験値。幸運持ち。シルキー、サヤカか。シルキー。あげるか。必中ありますね。必中でいこう。こう熱血も使っとこう。そして、幸運。まあこれでもうこいつは戦わないですからね。はい、ちょっとレベルね、上げときます。あれ結構トット好きなんですけどね。仲間になるシリーズだったら、必ず使います。まあ EX はね、あの仲間にしないルート行ったので、34か。どうすかな。34 10度。ベスバーみたい。ただそれだけです。貫ける。集中。柔道なら貫くやろ。攻撃は120。いけますね。柔道いけるわ。はい、行こう。アムロ、カミユとか、まあその中だったらね、
柔道が一番好きです。OK。柔道も2回コート近いですね。これも33か。よし。あとは、じゃあどうする？ザンボット。ザンボット届かんだよね。はい。じゃあ、加速。で、ここね、集中で、いきます。行こう。ムーンアタック使っていきます。はい。OK、いける。大活躍。命中の補正が欲しいときはムーンアタック。そうじゃないときは、ザンボット買った。レプラカンはマジンガか。ゴージがレベル32か。じゃあゴージいきますか。もう必中熱血でいきます。はい、倒す。マジンガチームはレベル遅れやすいんで使っていきます。OK。ブレストファイヤー。よし、レベル33。こいつらもね、ま、上から増援ないと思うんですけどね。ただ、ショットが来ないですかね。ただ、もうなんか増援なさそうっすよね。わからんか、まだ。さやか。さやか、ちょっと運ぼう。雷銀、ひらめき使ってあると。この辺狙われるときついですからね。まあ、とりあえず、OK かな。エネルギー、まあ、一回打てれば、とりあえず大丈夫か。まあ、この辺もまあ大丈夫。ひらめき一応入れとく。いや、いいか。グライト。グライトこっちも出てこ。はい。じゃあまあ、こんな感じで。まあ、増援来たら来たで。終了と。増援来ましたね。こっちかなと思ったんですけど、ここでしたね。ただ、いい感じに並んだね。ダブルゼータでドカンとやっちゃえるんですが、銃残してとか思ったんですけどね、結構レベル高いよね、味方。もうレベル上がる人はこの辺しかいないですからね、この30くらいのやつ。まあ、32とかもね、まあまあちょっと上がるんですが、これめんどくせえな。ダブルゼータで行こう。時間かかりますしね。ただここまでに、こいつらは入れたくないですね。どうすかな。1、2、3、4、5、6、7、8。まあ、この辺から打とうかな。ザクッと。あ、ダメやね。ここで打ったらこいつ入るじゃん。いいか。ね、もういいや。これでいこう。魂。もう一発で沈めよう。あ、これも変えるんじゃない？こいつ。ショット。あ、まあ、じゃあいいっすね。はい。行きましょう。ほらよ。OK。もうちょっとね、サクッとやっちゃいます。まあ、経験値とかもあるんですけどね。まあ、レベルは結構いい感じに、まあ、全体上がってると。ドレイクも帰りますかね。なんか帰りそうやね、あいつもね。撤退するとか言って。あいつ逃げるイメージですからね。はい、OK。
16,400 少ない。やっぱり。すぐ帰るな、こいつ。はい。あとはこいつね。まあ、バンジョーかな。バンジョーちょっと使おうかな。はい。バンジョー使います。ここはね、ザンバ、いや三択でいい、使っとこう。はい、行きます。いや後半もね、一体一体あの敵倒してってもいいんですが、結構ね本当時間かかるでしょ。この辺はあの戦闘スキップがないですから。よし、あとはでかいやつらで、まあ、経験値持ってるやつらっすね。経験値がまあレベル高いやつら。だらこの辺を、まあ、倒したいんですよね。さやかとかで。まあ、幸運かけたりとか、まあ、ゲッターとか。ドラゴン。ドラゴンか。ガラリア、どうすかな。違う、ライガーで。誰で倒すか、誰のレベルを上げたいか。手加減、手加減持ちは、あーこの辺か。神湯か、神湯行きましょうか。神湯いける。2回コードになった。68、さすがやな。手加減大丈夫っすよね。神湯結構高いですよね。149大丈夫やろ。はい、98。集中かけてね、98ですからね。卑怯者。コウン。じゃあ近づいていくわ。卑怯者って言われたんでね。はい、近づいていきます。いやここでいいか。結局近づいてない。仲良く並べたんですよ、マジンガンと。ほら、すまんな。よし、いいね。一気に上がりましたね。35。あとは、ダンクーガがちょっと遅れてるので、遅れてもないか。はい、ちょっとレベル上げしたい。あと、ここやね、やっぱり。はい、チャンスあったらちょっと狙いますか。OK。あと、特にすることはないですね。あ、一応持ってとく。はい。あと聖剣好きかましていく感じで。 OK、 じゃあ待とう。はい、終了。さあ行きましょう。ドレイク攻撃したら撤退しますかね。ちょっと探索しよう。はい、あここか。はい、取る。あー、まあまあそんなにいらないですね。余ってたらつけるぐらいでね。あ、こっちやったか。俺ちょっとこっちと勘違いしました。だから海の中に一つあったなと思ったんですけどね。OK。よし、じゃあ、35か。どうすかな、ダンクーガ。ダンクーガで行くか。
中でもないね。必中がない。当たるわけない。じゃあここで行こう。どっちかで集中。技量が142。あ、結構高い。まあ一応手加減通るので、手加減で、はい、ちょっと削ります。87か。当ててくれ。狙いが甘いぜ。結構さ、改造してるゼータで厳しいとかさ。もう一発です。30。はい、補給使って、もう一発。行こう、頼むぞ。さすがにこれ当たるやろ。オッケー、完璧。で、ブルガリック。あ、しまった。必中ないんか。プラス30。いけるか。プラス30なら。75%。80。よし、80ある。いける。遅い。ドレイクなんか撤退しそうな感じありますよね。ちょっと攻撃してみます。熱血で。こいつだけ最後の最後まで戦わないでしょ。あのビショットがさ、ショットが逃げて、ドレイクだけ戦わんやろ。おら、これ最後までやっちゃう系か、これ。じゃあ、行きましょうよ。全力で。熱血。加速。あ、集中で大丈夫っすよね。はい、集中。ただ、このターンを落とすのはちょっと厳しいか。はい、ザンボトカットでいきます。ほら、半分くらいになったら撤退の可能性ある。あとは誰で削ろうかな。届かないか、厳しい。ちょっと厳しいですね。ここは厳しいな。一応ゲッターいるんですが、ちょっと他は厳しいですね。ちょっと近づいて、まあ一旦終了ですかね。はい、終了で。半分ゲッターで持っていけないですね。あの、改造してないですし、まあ、気力は150まで持っていこうできるんですが、ドレイクは103か。脱力。まあ、いいか。とりあえず、まあ、適当にじゃあ攻撃します。ひらめき。ムーンアタックいこうか。ムーンアタックちょっと一発使います。で、これで、はい、チャキーン。一応半分ならないようにと。
いうの で, でこれで、まあ、ゲッターで、まあ、一応行くんですが、まあ、厳しいよね。レベル30、まあ、とりあえず気合2回で150、まあ、相手の気力を落とせばねいけるかもしれないですけどね。まあ、一応幸運ねかけておきます。で逃げなかったらダンクができます。で一応必中熱血で、はい、まあ、ここはもう全部使って、はい、シャインスパークを打ち込むだけと。よし、行こう。さあ残った、まあ、どれくらいですかね。17000、もうちょい持っていける。あー15000、まあ後半やね。なんか魂持ちのさ主人公で削るのが早いですよね、スーパーだったらね。あ、撤退しない、マジ大チャンスじゃん。まあ1万削れないんですが、一応ね、はい、使っとこう。オーラキャノンちょっと怖いね。これもダンクーガで美味しくいただきましょうよこいつ。よし、行こう。最後まで戦う？ドレイク、さすがやね。見直したわ。まあ、もう一発。弾空拳、弾空拳熱血、ちょっと厳しいですからね。はい。行こう。もう一発。やっぱゼータが似合いますね、タミーは。よし、OK。もう動きがいつもと違う。よし、じゃあ美味しくいただきましょう、これ。幸運で。さやか？さやかでいただく。まあ、それでもまあ結構美味しいですけどね。まあ、ダンクがね、いきます。当たるよね、さすがに。よし、切ってからのちょっと曲がって、これがかっこいい。はい、ここで撤退。いや、うまいっすね、経験値も金もうまい。リム本当にいいのか。はい、父は間違っています。はい、無理はするなよと。ボチューンかライネックか、どちらかに決めておかないとダメだな。ライネックに決まっとるやろこれ。ボチューン、なんでボチューンがどっちかな。そう、もうか、もう何も考えずボチューン捨ててくれ。今までねポイポイ捨ててますからね、いろいろね。これはもうダメだなっつって、ライネックです。はい、で終わりと。資金50万もいきましたね。でライネックなんですが、5段階ね改造してあるんですよこれ。はい、じゃあ改造のとこいきますか。まずユニットからこんな感じで、で、武器、はい、武器もね5段階改造してあります。だ大体の人がここまでに
サーバインとかさ、ビルバイン。まあ、オーラバトラを2機、まあ、改造してあるんですよ。大体。で、じゃあ誰乗せるかになって、先生持ってるのがマーベルとショーしかいないんですよ。こっちの選択だと。で、ライネック来ても、ライネックに乗るやつがまあ、いないと。ただ俺の場合ね、ありがたいです。2位もキーも使ってるので、で、これで5段階改造してあるライネックは、まあ、結構戦力ですからね。まあ、ここからオーラバトラー使いやすいですね。ビルバイン、ライネック、そしてサーバイン。リムル。リムルどんな感じでしたっけ？リムル。あ、一応まあ集中持ってるならまあなんとかいけますかね。ただ生成しないので、まあでもここで熱血来てもね、しゃあないですよね。それならなんか補給とかさ、そっち来てほしいですよね。サポート、はい。まあ一応使います。まあ地形はちょっと厳しいですよね。空 B、 陸 B、 宇宙 B、 厳しいな。まだこの辺は空 A で戦いやすいですからね。あとは2位とか。この辺はいいですけどね。ちょっときついね。空 B か。次は C ブックあたりをちょっと上げていきたいなと思います。C ブック。まあ、それかファで幸運使って一気にレベル上げるか。はい。まだ乗り換えはやっておきます。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。